ちょっとあの高級なお茶運び人形なんで、お客さんの前で、ね、泊まるんですね。あの普通のね、安いあの茶運び人形は取らないとね、あの持って帰っちゃうんです。そういう人形で、これは賢いんです。じゃあちょっとね、あの見本を見せますけどね。じゃあおせんちゃんにね、お菓子を、はい、どうぞ。どうぞお取りください。というふうにね、あのお茶を戻すと、お茶を戻すと自動でね、また帰ってくるんですね。はい、はい、賢い賢い。